三条市にあるこちらのカフェ、県産食材を使ったデザートなどおしゃれなメニューも並びますが、人気なのは、こちらが当店のおすすめメニューのうまみと御膳になります。唐揚げと野菜のあんかけがメインとなる彩り豊かな御膳です。その人気の秘密は奥深いうまみにあります。お店に入った瞬間にも出汁の香りがするっておっしゃってくださる方もいらっしゃったり、カフェのすぐ横には店舗が併設されています。そしてこちらにあるのが、こうしたカツオや野菜、それからトマトなんてものもありますが、さまざまな出汁を使った製品が並んでいます。カフェの入る施設は創業70年を誇る出汁の製造会社が運営していて、カフェの食事は出汁を生かしたこだわりのメニューとなっています。体に優しい味がするとか、しっかりとした出汁の味が感じられるということで好評いただいております。キッチンを覗くと、唐揚げのあんにかける出汁なんですけど、サトリ出汁 のまずお出汁のパックを使っているのと、白出汁をこちらも使ってます。料理にはカツオ、野菜など10種類ほどの出汁を使い分けていて、御膳では唐揚げの下味などにも活用しています。お味噌汁からいただきます。まず近づけた瞬間にすごくいい香りがするのですが、そのカツオの香りが鼻に抜けていって、旨味が口の中にずっと残っているような感覚です。そして唐揚げも噛んだ瞬間に肉の旨味と出汁の旨味が口の中に広がります。どれも出汁がとてもよく効いていて、この寒い時期にはホッとするような味わいになっています。日本の出汁文化を味わえると、最近では外国人客の姿も多いということです。長い歴史の中で培ってきたノウハウがあるので、そこを生かして皆さんにもっとよりこう深くとか広く出汁について知っていただけたら嬉しいなと思います。